玄美系玄美系は岩手県一の関市にある岩井川中流の渓谷、栗駒山を水源とする。全長2キロメートルで祈願や会話に富む。1927年に国の名称及び天然記念物に指定された玄美系周辺の空中写真。周囲は水田や畑が広がる比較的平坦な地形である。1976年撮影の3枚を 構成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。古くから継承地として親しまれており、一帯を収めた伊達政宗も松島と並ぶに大継承地としてこの地を賛美している。1877年8月には、明治天皇が東北巡行の際に立ち寄っているほか、近代の文人、 高田露伴も、この原備景を訪れ、飛行文を記している。岩手県の南の玄関口とされる、一関市にあって、古く、都として栄えた平泉にも近く、戦後になって平泉が観光地として人気が出たため、それに比例する形で、原備景も観光客が急増した。平泉が、世界遺産に認定される以前から、本寺と平泉及び同市内にある芸備景とを、 周遊する観光客やツアーも多い。玄備系は、栗駒山の噴火によって堆積したデーサイト質業界岩が岩井川の水流によって侵食され、形成されたものである。祈願、幕府、深淵と様々な表情を見せるが、特に川底には王欠の発達が顕著。これは、巨石の隙間を流れた粒手が水流の中で暴れて、こう描き、 岩盤を球状に削っていったもので、地質学上にも貴重なもの。空飛ぶ団子原理系は、名産品の団子でも知られており点によって個性がある。ありがとうございます。